ねえ。シノン、どうかしたのか？え？いいえ、別に何でもないわよ。そうか。シノン、なんだかさっきからちょっと心ここにあらずって感じがしたからさ。そうかしら。まあ大丈夫か。さっきから目もあんまり合わない気がするし。だってなんだか調子が狂うんだもの。調子？やっぱり具合が悪いのか？だってそうなのよ。え？調子が狂うっていうのはあんたがちょっといつもと違うからよ。いつもって？そのいつもと違ってこの世界だとなんだかあんたが男の人みたいに見えるから。生物学的には男の人なんだけどな。そういう意味じゃなくて、顔立ちとか体型のことって言えばわかるかしら。あんたってゲームのアバターも現実世界の見た目もかなり女顔じゃない？まあそれはいろんな人からよく言われるけどさ。なのにこの世界のあんたは19歳ぐらいになってるせいか、顔立ちも少し大人っぽくなったし、背も伸びて体つきも大人の男の人みたいだし、だからちょっとあんたじゃないみたいで変な緊張しちゃうのよ。そんな変わってるか？顔は現実世界と同じだろ。そうだけどいつもとなんか違うの。第一、背が5センチ近くも伸びてるって卑怯よ。卑怯って何が卑怯なんだよ。卑怯なものは卑怯だわ。今の俺は苦手ですか、シノンさん。苦手なんかじゃないわ。ただなかなか慣れないのよ、男の人なんだって思うと。そうか。じゃあどうしようもないか。シノンは人に慣れない間は警戒するからな。最初 SAO の世界にシノンが落ちてきた時も初めて会う俺に警戒心バリバリだったし。それでもあんたって女顔でしょ。だからかなり警戒はしたけど慣れるのは早かったんだと思う。そんな理由か？それも一つだけど、もちろんそれだけじゃないわよ。いろいろ SAO について教えてくれたし、私の戦闘訓練に根気強く付き合ってくれたしね。だからこそ徐々に慣れていったし、信頼できるって思えた。そういう感じかしら。そういえば思い出すよ、シノンに戦闘を教えてた時のことは。シノンはゲームセンスあるし、教えたらどんどん上達するから教えがいがあったんだよな。それは誰かさんがとてもおせっかいだったからよ。おかげで急にデスゲームの世界に来てしまった不安がだんだん和らいでいったわ。それならいいんだけどな。結構ハイペースに教えすぎた気もしてたから。まあそれは否めないけど、あんたっておせっかいで人に優しくて、なんだかんだ言ってもいつも面倒見がいいのよね。そうかな。まあ確かに人に戦闘を教えるってなるとつい必死になるところはあったかも。ええ、でもそんな風に何人もの女の子に戦闘を教えてきたから、私とのことなんて忘れちゃってたりしてね。ぼんやり戦闘を教えたことは覚えてても、どんな風に教えてくれたかは思い出せなかったりして。いや、ちゃんと覚えてるぞ。へえ、本当？まあ、シノンに射撃のユニークスキルが出た時の感動は、未だに忘れられないな。そうだった。未発見のユニークスキルを見つけてキリトは自分のことみたいに喜んでたわよね。だって SAO の世界じゃ遠隔攻撃は貴重だからな。
そんな新たなスキルの存在を知ったら喜ぶさ。ほんとゲーマーなんだから。まあ私も今や人のこと言えないけどね。確かにシノンもすっかりゲーマーだからな。スキルを発見してからは遠隔からの射撃を試したいってシノンの訓練に付き合ったことがあるよな。確か二人で木登りして枝の上から敵を狙ってたんだけど、重みに耐えられず枝が折れた。二人して川にボチャーンって落ちて、それからシノンの服が透けて。キリト、一体何を思い出したのかしら。いや大したことない。川にボチャーンって落ちただけで別に。服が透けたの覚えてたんだ。いや覚えてない、覚えてなんかないぞ。もうなんでそんなこと覚えてるのよ。違う、たまたま戦闘の練習と紐づいて覚えていただけだ。ふん、まあそのあたりの記憶には異常がないってことかしら。そういうことになります。まあいいわ。それからシノンとはクエストで鳥の巣を守ったこともあったよな。あの時もシノンの遠隔射撃に助けてもらったんだ。でも結局あんたが私をフォローしてくれたじゃない。いや、シノンがかなり頑張ってくれたからだよ。シノンの服ボロボロになってたじゃないか。あ、ちょっとキリト、あんたわざと言ってる？いや悪意はないんだ。たまたまそういうハプニングが起こっただけで、シノンとの思い出に結びついてたからたまたま覚えていただけなんだ。このスケベ、お仕置きするわよ。いって、耳は引っ張らないでくれ。この世界痛覚感じるからやめてくれ。黙って罰を受けなさい。罰って何の罰？そんなことばかり覚えている罰に決まってるでしょう。シノンさん、どうかお許しを。よかった、俺をお仕置きできたことが。違うわ、あんたがいろいろ私とのこと覚えててくれたんだと思ってほんの少し嬉しかったの。恥ずかしいことまで覚えてたのは別にしてね。シノンは大切な仲間だ、思い出を忘れるなんてないよ。やっぱりあんたは間違いなくキリトよ。記憶に問題がないってだけじゃなくて、面倒見が良くて優しいところがね。普通突然現れた人間にそう簡単に手を差し伸べるなんてできないわ。そうかな。ええ、あとはスケベなところもね、恥ずかしい思い出ばっかり覚えてたし。それは人聞きが悪すぎるぞ。まあともかく俺は俺だって分かってくれたわけだな。もちろんよ。じゃあもう緊張しないだろ。たとえ見た目がちょっと変わっても俺は俺だから。いいえ、やっぱり意識はしてしまうわ。どうしてだよ。本当はね、見た目だけじゃないの。あんたは紛れもなくキリトのまま。だからこそ私はこうしているとドキドキするのよ。えっ、おい、急に何するんだよシノン。俺の腹なんかに触って。やっぱり細いわよね。え？あ、いえ、ちょっと疑問に思ったことがあってね。この世界の体はアバターとは言ってもある程度みんな食べた量で体型が変わるでしょ。まあそうだな、生まれ持った体型はあるにせよ生活習慣の影響はあるみたいだ。そうよね、それならやっぱりおかしいわ。え、どういうことだ。キリトはご飯もお菓子もたくさん食べるわよね。ああ食べる方だな。でもかなり細身だわ。だから食べた分がどこに行っているのかなと思って。アバターに全く食生活の影響が出ていないんだもの。そんなに細いか。むしろ俺はシノンの方がめちゃくちゃ細いと思うけどな。肉全然ついてないじゃないか。私はそんなにたくさん食べる方じゃないからこれぐらいで普通なの。でもキリトの食べる量とその体型はやっぱり合ってないのよね。
やめろ、腹触られるとくすぐったいって。やっぱり無駄な肉が全くついてないわ。不思議なものね。シノン、やめてくれ、くすぐったいから。キリト、今日もかなりご飯をいっぱい食べてたじゃない。あとおやつにマルベリーのケーキを何切れ食べてたっけ。3切れ。やっぱりこの世界のアバターの仕組みがわからないわ。いやだってシノンが食べ物の話とかするから条件反射でつい鳴らしてしまったというか。まったくもう食いしん坊なんだからしょうがないわね。後で何か食べに行く。ああ、そうしようかな。キリト。ん？どうしたシノン。ねえキリト、記憶の確認始めてもいいかしら。ああ、よろしく頼むよ。わかったわ。あのね、キリトが私について覚えていることについて確認しておきたいことがあるの。ああ。キリトは私が昔犯してしまった罪について覚えてる？シノン。私が人を殺してしまったこと。ああ、覚えているよ。よかった。シノン、大丈夫か？ごめん、辛い記憶を思い出させちゃったな。ねえ、いいえ、私こそごめんなさい。ただやっと言葉にできてほっとしたの。ずっと確認するかどうか迷っていたから。俺がこのことを覚えているかどうかを。ええ、もしもキリトの記憶が戻っていなくて私のしたことをキリトが忘れていたとしたら、私はもう一度キリトに同じことを言えるかどうかわからない。そう思ったからよ。シノ。そんなことを考えてしまうなんて、私まだまだ弱いってことね。キリトに本当の強さを教えてもらったはずなのに、過去はもう乗り越えたはずなのに。弱いなんてことないよ、シノは十分強いさ。だからこそもう一度俺に辛い記憶のことを話してくれたんだろう。私はキリトに話す義務がある、そう思ったの。もしもキリトの記憶のかけらが私の記憶の中に隠れていて、キリトが過去を忘れていたとすれば、そのパズルのピースを合わせなくちゃいけない。それに何より私があの記憶と向き合うことができたのはキリトのおかげだからよ。シノ。確かに辛い記憶だということは変わらない。私が犯した罪は何年経とうと消えない。でもキリトは私を受け入れてくれた、私を守ってくれた。それは私にとって何より大切な記憶なの。だから私はその記憶も自分の罪の記憶も両方忘れずに生きていたい、そう思ってるわ。シノンこそ同じように罪を犯した俺を受け入れてくれたじゃないか。俺だってシノンと話すまで自分の犯した罪を忘れていたんだ。正確には見て見ぬふりをしてきた。だからシノンと話した時に初めて自分の罪と向き合って生きていく覚悟ができたんだ。シノンやみんな受け入れてくれる仲間と一緒に歩いていけるって思えたんだ。ええ、一緒に歩く人たちがいるということは幸せね。あ、本当にな。もう大丈夫よ、心配をかけたわね。いや、そんなことないよ、落ち着いたならよかった。でもあんたさえよければ一つだけわがまま聞いてくれる？ああ、大丈夫だよ。シノ、どうしたんだ、こんな近くに来るなんて。
顔に息がかかってくすぐったいぞ。嫌だった？そんなことないよ。じゃあしばらくこうしていてもいい？ああ、ありがとう。こうしてるとあったかくて、あんたの匂いがして落ち着くわ。なんだか急に眠くなってきちゃった。この暖かさの中だと眠れそうだわ。シノ、俺たちは同じように罪を犯し、その罪と共に生きていく。これから先もその消えない記憶と共に、それでも俺たちは一人じゃない。一緒に歩いていくこと、寄り添うことはできる。シノ、俺でよかったらいつでも頼ってくれ。結局この世界の非奥義はイメージが決め手だからな。とはいえ、初めは戸惑うわよね。頭の中に思い浮かべて技を打つって。ゲームの世界にあるソードスキルと非奥義の仕様は基本的に変わらないんだけどな。ソードスキルも初動のモーションを決めれば、あとはモーション通りに動けばいい。それはそうよね、分かってはいるんだけど。まあ難しいよな。でも確かなことは、相手に負けるなんて思ったらそこで負けが確定するってことだな。現実世界でもゲームの世界でもメンタルは重要だけど、このアンダーワールドだとそれが勝敗に直結するからな。なるほど、ひるまないことが大事ってわけね。それじゃあキリトがこれまでで一番強いイメージの力を感じた相手って誰なの？まあそれキリト？寝てる？へえ、キリト、随分と油断したものね。冷たい！シノ何するんだよ。冷たい手を首に当てるなんて。そんなに冷たかった？今日は気温が低いからかもね。いや、絶対に分かってやってるだろ。誰かさんが話の途中で寝たりするからよ。ああ、まあ、なんだか意外だな。何が？いや、シノはどちらかといえばクールな方だろ。だから人が話の途中に寝たからって人を無理に起こそうなんてしないと思ってたんだ。あんたの持つ私のイメージってそうなのね。もしかして俺、シノンとの記憶で何か忘れてるのか？イメージ違いがあるってことは。そうかもよ。何か記憶で戻ってないものがあったりして。なんてね。冗談よ。私があんたにあんまり見せていなかった一面だろうし、知らなくて当然よ。俺が知らない一面か。それってどんなものなんだ？実は、かなり友達と話をするのが好きってことかしら。例えば少し前、私がアスナの部屋に泊まらせてもらった時もずっと話していられたわ。ああ、そういえば言ってたな、アスナの部屋に泊まったって。うん、あの日はいくら話しても話が尽きなかった。私も結構おしゃべりなのかなって思ったわ。まあつまり、私だって時間が許す限り友達と長く話をしていたいって思ったりするのよ。なるほど、それは新しい一面だ。新しいというか、あんたが知らなかった一面ってだけかもしれないけどね。ともかく私、話をするのはかなり好きだから、あんたと話をするのもまあ悪くはないって思ってるし。へえ、照れ屋だな、シノンは。何よ。だって俺とまだ話したいからさっきは寝かせたくなくて冷たい手攻撃してきたんだろ。そんな理由じゃないわよ。第一、同じ友達でも私、相手がアスナならこんな攻撃しないもの。アスナが話の途中で眠たくなった時はかわいそうだし、ちゃんと寝かせてあげたいと思うけど、ほら、あんたはなんか途中で寝られると許せないっていうか、ちょっと腹が立つっていうか。
なんだよそのアスナと俺につけられた格差は。ともかく今はもう少し私と一緒に起きていること、いいわね。わかったよ。俺もシノンと話がしたいしな。でもあの攻撃はもうやめてくれよ。それはキリト次第ね。シノンの違う一面を発見できて新鮮だったな。だが俺は絶対寝るわけにはいかなさそうだ。なんだかたくさん話したわね。ああ、シノンとの思い出はいっぱいあるからな。話しても話してもどんどん出てくるみたいだった。でもこれで一応シノンと出会ってから今までの思い出は振り返ったって感じかな。なるほど。それじゃあこれで終わり？ああ、多分。これまでありがとう。記憶の確認に長いこと付き合わせちゃってごめんな。別にそんなことはいいけど。本当に大丈夫？大丈夫って？私とのことで何か忘れてない？忘れている？ええ、キリトは現実世界にいるとき、私にケーキをたっぷりおごるって約束してくれたじゃない。嘘だろ。なんだ、引っかからないわね。当然だろ。いくらなんでもそんな約束はしないはずだからな。何かのお詫びでもない限り。それもそうね。じゃあもう一つの約束は覚えてる？もう一つの約束？ええ、キリトはここに来る前、私のこと抱きしめてくれるって約束したわ。え、覚えてないの？ずるい男ね。いや嘘だろ。本当よ。信じてくれないの？いや、約束したなら果たさないとな。これでいいかな？ちょっと、これも冗談よ。嘘に決まってるじゃない。からかっただけでまさか本当にされるなんて。そうだったのか。ニュアンスは違うけど、シノンと別の約束ならしたぞ。え？シノンが不安な時は俺がシノンを支えるって約束しただろ。シノンが抱きしめてほしいって言ったのは、もしかして何か不安なことがあるからかなって思ったんだ。あんたって本当どれだけお人よしなのよ。なあシノン、本当に大丈夫なのか？ええ、大丈夫よ。今のは単にちょっと意地悪したくなっちゃっただけで。そうか、じゃあよかった。とりあえず もう話して。ああごめん。まったくシノンはいたずらっ子だな。からかったことは謝るわ。本音を言うとちょっと寂しかったのかもしれないわね。寂しい？ええ、今日で私たちの思い出をこうやって振り返るのも最後だと思ったらやけにね。でもキリトは全然寂しくなさそうだし、だからちょっと意地悪したくなっちゃったのよ。俺だってシノンとの話は楽しかったし、寂しいって思ってたぞ。あんたはなんでそんなことが言えるの？思っていることを言葉にしただけなんだけどな。余計に恥ずかしいわよ。ともかく今後はいたずらはほどほどにするわ。ああ、それが賢明だなシノン殿。まったく。それでもあんたが抱きしめてくれて不思議と落ち着いたわ。そうか、それならよかった。だからいつかは本当にお願いするかもしれないわ。ああ、もし不安になることがあればいつでも何でも言ってくれ。俺はシノンを支えたいって思うよ。ありがとうキリト。